山本由伸、通算54勝23敗、1.95、753奪三振、WHIP 0.95、沢村賞2回、これが歴代ドラ4選手のトップ3に入れない事実。一郎、青木、金本、以下を前田智則、則、和田和弘、山本由伸、栗山巧で争っていく。山本の次栗山って、すごい落差やな。金本は超えるやろな。山本はメジャーで活躍すれば文句なしにそいつら全員超えるやろ。成績の突出の仕方は青木金本より上やし、前田、則、和田は超えられるやろ。野手ばっか出されても、遡ると200勝のカミソリシュート平松とか4位やな。青木不評やな。普通にメジャーでも通用したし、良いと思ったんやけど、青木は一郎がいなければレジェンドやけど、一郎がおるせいで完全に隠したやし。